はい、カルソニックインパル GTR をドライブしてます、ひらみえです。松下です。びっくりしたわ。一番の思い出、この GTR で、僕2年のさせてもらってますけど、一番って正直絞り込むのは難しいですね。もうこの2年間が一番の思い出、まあ、優勝したこともそうですし、大輝とも松下とも組めたのもすごい思い出。一番はいっぱい。僕はやっぱり今年初めて乗って、須郷と茂木で優勝争いしてたレース、まあ、どっちかっていうとやっぱ勝ったレースはすごく思い出に残ってるんで、まあ、残念ながら1年しか GTR 乗れませんでしたけど、でも本当に歴史あるいい車に乗れたなっていういい思い出です。はい、我々12号車が唯一この GTR の中で、シリーズタイトル争いに残れているということで、まずは、ね、ここまで、チームの皆さんも、スポンサーファンの皆さんも本当ありがとうございます。最終戦はやることは変わりないです。今まで通りに重くそ言って、終わってみてさあどうだとぐらい、まあ、結果的にチャンピオン取れればいいと思うし、常に、2人でチームとともにベストを尽くしてファンの皆さんの思いを乗せて頑張ります。オス、本当に12号車走らせてもらって、本当他のチームよりファン多いんじゃないかなっていう風に感じてて、例えば YouTube とかいろんなところでコメントしてくれてて、なんか本当にそういう人たちの声が僕たちの、まあ、馬力になってるんで、その思いをまだねチャンピオン可能性残ってるんで、まあ、といってもいつも僕たちがなんかなんていうんですかね、自分たちの 100% を出せれば出すっていうそういう走りをしてるんで、今回も同じように、まあ、リラックスじゃないですけどいつも通りに、思いっきり行って、いいレースをしたいなと思ってます。応援よろしくお願いします。ちょっと滑った。声を超えたか。パワー馬力。違う全開魂やん。パワーパワーちゃうやん。なんだか分かんないから。もう一回お願いします。結構良かったと思うんだけどね。全開魂、全開魂頑張ります。クラフトスポーツモチュール GTR をドライブする平手光平です。チームメートの千代勝正です。はい、僕の中の一番の思い出はもう一つしかないんですけども、2019年の須郷、で、初めて GTR と、勝ったレースですね。はい、僕とじゃないんですね。ごめんなさい。ごめん、一番の思い出ね。一番なんだ、ごめん。一番になりたかったな。いやでも明日、ね、今週末一番になるかもしれないから。明日があるから。そう、明日があるから。今のところ一番、暫定1位が、はい、じゃあ記憶の暫定1位。暫定1位か、そうだな。いやもうね、いっぱいある、いっぱいある。これっていうのがね、本当になんかだって GTR 歴で言ったらもう僕よりも大先輩ですから、海外でも、まあそのね、500はね、やっぱいい時も辛い時もやっぱ経験してて、はい、まあ、自分は結構2018年その本山聡先輩とやっぱ組んだ3年間の中で、まあ、最後に本山さんを Q2 につなげられたっていうのが結構なんか自分の中ででかくて、やっぱ本山さんってい う偉大な先輩を、まあ、自分がバトンをつなげたっていうのがね、彼の最後のそういうレースだったんで、一番って言われたら、うん、ちょっと今パッと思いついたのが、でも平瀬さんともやっぱりずっとこう一緒に戦ってきて、まあ、毎戦毎戦本当にこうなんだろうな、あと少しで勝てそうなところが何回もあったんで、ね、まあ、本当に優勝っていうことをねやっぱり言いたいんで、まあ、今週末それを叶えたいです。はい、そうですね。まあ、今週末は本当にその GTR R35GTR と一緒にこうレースできるのが最後なので、本当にこの千代選手と2年間いろいろやってきましたけども、その集大成をここで見せて、35GTR に花を添えて引退させてあげられる素晴らしいレースをしたいなと思っております。はい、そうですね。僕自身その GTR では本当にたくさんレースをしてきて、まあ、国内外で、まあ、自分は結構その GTR を振り回して乗るスタイルをなんか結構やってきてるので、今回のレースもとにかく GTR をもう最大限に引き出して、
攻めに攻めて戦いたいと思います。今週末も頑張るんで応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。モチューローテック GTR23 号車をドライブする松田杉雄です。初級のチームメイトロネです。まあ、やっぱり2008年で、すごくこうデビューを果たしたこの GTR、まあ、それもすごく、ね、思い出があるんですけど、まあ、僕はカルソニックで、GTR で、ね、初めてその3号 GTR でレース出たんですけども、まあ、その時の1000キロの、ね、レースはすごく、まあ、タイヤトラブルがあって、まあ、ほぼ最後尾から逆転優勝したっていう思い出もありますし、まあ、あとはやっぱり、ね、ロニー選手と組んで、2014-15 年のチャンピオンのレースっていうのは、まあ、今でも忘れられない、レースですね。まあ、僕は2008年に、日産ドライバーになって、ちょうどその年で、まあ、日産が Z から S35 の GTR になった年ということは、僕は本当にこの14年間で日産ドライバーとして、まあ、GTR の車しかで戦ってなかったんで、まあ、この14年シーズンの中で思い出のレースたくさんもちろんあるし、まあ、もちろんその2008年の、まあ、僕の、日産ドライバーとしてデビューの年で、まあ、セミモータースポーツで熱いポジション熱い優勝が、まあ、できたシーズンすごく思い出であるんですけども、まあ、その後ね、ああいうやっぱり僕と GTR といえば、まあ、4回のチャンピオン、まあ、最初ねエストロードモーラで取って、その後ね、まあ、ニズモに移籍して次の選手の、まあ、僕の3度目4度目の選手が取れたので、まあ、とにかくその、忘れられないシーンがたくさんあって、まあ、GTR に R35 の GTR にもすごく感謝してます。やはりね、僕たちにとってはもう特別 の、 GTR R35、まあ、しかもね500クラスで、デビューからずっとレースをしてきているので、まあ、やっぱり最後は、ね、かっこよく締めくくれるようにロニー選手と、力を合わせて、まあ、ニスモチームと力を合わせて、いい形で GTR をね500クラス、まあ、最後の、ね、花道を、飾れるように頑張っていきたいと思います。この富士の最終戦で、間違いなくね、たくさんのファンがサーキットに応援に来てくれると思うし、まあ、杉尾選手が言ってたように、まあ、皆さん の、まあ、期待に、応えられるように、しっかりね、まあ、みんなで力を合わせて強い GTR を皆さんに見せたいと思います。お願いします。頑張ります。頑張ります。頑張ります。24号車リアライズコーポレーションアドバン GTR の高橋光成です。佐々木大輝です。やっぱりデビューレースだったかなとは思います。僕のデビューレースは、まあ、ちょっと、変わってて、まあ、僕がヨーロッパ行ってた時に、まあ、千代選手が怪我をしてしまって、まあ、その時に代役で、鈴鹿1000キロに出たんですけど、まあ、その時の結果がまあ、初レースで表彰台に登れたっていうところで、まあ、あとは、本山さんと、ペアを組んだっていうところで、まあ、自分の中で、印象に残ってるなと思ってます。そうですね、僕一応、8年その GTR に乗っていて、やっぱり一番最初の思い出というか、僕3勝自分の中では3勝することができたんですけども、やっぱり一番最初の優勝はミハイル・クルム選手と近藤レーシングで優勝したレースがあるんですけども、やっぱりその時がやっぱ一番印象に残っていて、まあ、その後も無効感だというかいろんな作戦でやっぱ近藤レーシングで優勝することができていて、まあ、その富士スピードウェイでも速い GTR だったし、もう本当どこ行っても速い GTR だったので、やっぱり僕の中で、まあ、子供の時からやっぱスーパー GT といえばGTR っていうなんかイメージというか、まあ、少しあって、その中でその自分がその GTR に乗って、まあ、この優勝できたっていうのがやっぱり一番思い出に残ってますよね。まあ、やっぱり GTR は、まあ、僕の友達とかもそうですけど、まあ、普段の市販の中でも憧れの車なので、まあ、その GTR をまあ自分で乗って、まあ、そのスーパー GT500 クラスで優勝できたっていうのが、まあ、やっぱり一番いい思い出かなと思ってます。
今回、最終戦ということでサクセスウェイトが、みんな同じ、0キロになるんですけど、そこで、パフォーマンスを示してこそ本来のパフォーマンスだと思っているんで、そこで、上位争いできるようにチームと佐々木選手と、頑張ってやっていきたいなと思います。前回も予選2番手ということで、そのサクセスウェイトが減っている中でも今24号車速さを発揮することができていて、その GTR とのコンビネーション でもちろん、先ほど言いましたように GTR が、最後ラストランということで、やっぱその思いもしっかり受け止めつつ、高橋選手とチームと、いい結果を出せるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。頑張ります。頑張ります。ご視聴ありがとうございます。いつも公式 YouTube チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、Facebook もぜひチェックしてください。